1800年代に描かれた、憲本着色当卵画と商法年間に作られた、ビンゴ国の内見原木どころへず1873年、陳述設置計画の際に作られた、ビンゴ国見原城、図1929年、尾道市により作られた、尾道都市計画区域図。左が、見原があり、城内に、見原駅が整備されているのがわかる。 1945年米軍作成の三原市地図。一部1930年代の情報で書かれているため注意。地図中心右側にあるのが糸崎港。保存すべく石垣の円の上をまたいで三原駅は建設された。三原城は、ビンゴ国密議軍、三原にあった日本の城、国の史跡。2017年4月6日。 俗日本百名城に選定された。最盛期の構造は、天守台を北にいただいた本丸、その東、西、南側に二の丸、そしてそれらの東側に三の丸と、東地区で、西側に西地区でを設けた、梯子格式の城であった。さらには海に向かって、船入りを開いており、核を隔てる、 縦横の堀の重なりも加わると、満潮時にはあたかも海に浮かんだように見えるところから、浮城とも呼ばれている。A60 年頃に小早川高景によって整備が始められたとされる。高景は天文19年に竹原、沼田、両小早川家を掌握し、翌年には鉱山城に入城している。その後、天文21年。 沼田川対岸に新興残城を装着し、本城とした。工事元年には、五福島の戦いに水軍を率いて、毛利勢の勝利に貢献するなど、急速に小早川や、ひいては、毛う年への慎重を図っている。後に高影は、現在の沼田川川口の三原湾に浮かぶ小島や、中洲をつないで、いわゆる砦手を築き水軍の拠点とした。 これが、三原城の原型を成したものと思われ、三原要害とも呼ばれていたようである。当時、新高山城下まで、瀬戸内海は深く安入していたものの、勢力を強める小早川水軍の差配には、より効率的な運用が期待できる、この地に三原城を整備したものと思われる。天正8年から10年にかけて、三原要害は高陰によりさらに整備が進められ、いよいよ、 会場としての異様を表した。そして、高影は、新興山城から、三原城へと本拠を移した。三原城は、瀬戸内海を軍事的に掌握するために建てられた、城である。三原城の縄張りは、梯子格式であり、壮大な天守台を北にいただいた本丸、その東、西、南の三方に二の丸、そしてそれらの東側に三の丸と、東地区で、 西側に西筑区でを設けた大形状の城郭であった。城の後輩には新高山城下などから数々の寺院を移築し、さらに背後の桜山に爪の城として機能を担わせた可能性も伺われる。なお桜山には山梨により桜山城が築かれていたとのことであり、高影はこれを甲の丸として整備したようである。また、 本丸東南には、突出部を持つ、船入り倉を備えるなど、すなわち城郭と軍港の機能を兼ね備えたものであった、ことが伺われる。天正十五年、高影は、豊臣秀吉から、筑前国を加造され、鳴島城に居城を移した。やがて文禄四年、養子の秀明に、家徳、筑前国を譲り、三原城に戻り隠居した。 この時期高影は再度三原城の集築に取り掛かっている。ここに至っていよいよ新行残城の石垣の石を昼夜剣行で運ばせるなどしていることから桜山から軍港までを一体化した要塞が完成したのではないかと思われる。天守台の石垣の手法はこの時期のものとされ、三原に至る東西の往来は山と海で挟み込まれた愛路を進まざるを得ず。 さらに何十にも行く手を遮る川と掘り割りが待ち受けるという城郭構成となっている。また秋、ビンゴ国境は現在の三原市、新倉町あたりであり、従来の本領を安堵する目的の信仰山城から遠く離れた自身の隠居所にしては強固すぎる三原城に心血を注いだことからは、毛利一門の東の拠点の構築の意図が汲み取れる。 しかし、高影は、慶長2年に、三原城にて病死した。なお、三原を代表する祭り、安さ祭りで披露される安さ踊りは、この築城完成を祝って、老若男女を問わず、三味線、太鼓、笛などを打ち鳴らし、祝い酒によって、思い思いの歌を口ずさみながら踊り出たのが、始まりと言われと、安さ祭り実行委員会のサイトでは書かれている。高影の死後、 関ヶ原の戦いの後には、福島正則が、秋、ビンゴに入宝した。生息は、広島城に、そして、三原城には、洋島さゆきを入れた。この時生息は、広島城の西側2 2基の二重矢倉を、新設している。三原城の海に面した10基の二重矢倉も、その共通性から生息による、改築の可能性が示唆されている。 正方江図から類推される上域は、東は、悪原川の経路があったはずであるが、この平地の幅は100メートル程度である。悪原川を、東端の備えとし、桜山のふもとから足掘り、南東に位置する、東地区でを囲む、東地区で掘り、その南が外掘り、そして、馬の口で南東の防備としている。馬の口は、あえて満潮時に海面との差をなくす工夫がなされ、 東船入りから本丸の車を守る小波艇の役目と敵船に対する海中防御を期待されていた。東地区での内側には中堀を挟んで三の丸があり、さらに内堀の先が本丸と二の丸の車である。三の丸はタイヤグルアの東に三角形状の形をしており、東地区での北側に東大手門が配置されている。 本丸などの北側には、通り亭堀があり本土側と隔てられている。東大手門から堀端にかけては、通り帝が、東西に通じ、天守台の西北対岸で南に折れ、足掘りに対応するかのような桜山からの、はすりなどに遠ざけられるように西に折れて、西地区で北側の西大手門に至る。その先西方は、 町屋が並び、現西町地区の西の川左岸が海岸線であった。城下を抜け、広島街道を西方に進むと、現西の川の上流部である西の村川があり、これを西方の守りとした。本丸北川の先端部に一段高く天守台が設けられ、江戸城天守台と同規模の面積があったが、実際に天守が建築されたことはない。天守台は、 東北西三方を石垣で囲まれていたが、南側は土塁となっていたらしい。江津島では、天守台には三基の二重櫓が建てられ、それぞれた門ん櫓で連結されている。一説では三層の天守を置いたともあり、これは、玄奈元年の一国一条例の後に、友城天守を三原城に移築したことを指しているものと思われる。玄奈五年、福島正則が海域となった後、 キー歌山藩主、浅野長明の一門で、筆頭画廊の浅野忠長が、キー新宮より入り、広島藩の市場として幕末まで利用された。この間、漢文三年には、本丸御殿を建て替えている。法営四年には、法営自身の影響による石垣修理などが、なされている。この破損箇所は、元の如くなりがたかりしを、伝え門をして気づかしめられてるに、 ついに気づきを覚めければ、とあり、相当大規模なものであったようである。江戸時代には、脇街道としての山陽道が、三原城下を通る形で整備された。三原には、本陣が、東の城外に置かれ、宿場としての機能をもなしていた。明治維新後、上地は、帝国海軍の守府建設のために政府が確保し、実際に仮設が行われていた。 しかし沼田側の堆積採用が危惧されたため、この計画は解除された。以後建物、樹木などは、競売に付され、建築物は、市内の糸三崎神社や潤化地寺の門に移築されたり、溶剤として処分された。明治27年、西洋鉄道三原駅建設の際に、上地は、駅用地に使用され、また石垣も糸崎港建設の溶剤として、大部分が撤去された。 その後、東地区でから馬の口の海側には、国道2号が付設されることになり、これにより海からも遠く離れることになった。現在伺われる意向としては、天守台とそれを取り巻く三方の堀、り、駅の南側の5番櫓と、船入り櫓の石垣及び、本丸注文跡、臨海1番櫓跡の石垣、堀りを残すのみである。 昭和50年の山陽新幹線開業及び、その後の三原駅高架化により、高架が本丸及び天守台跡を貫いていることもあり、上地は寸断され、現在の姿になる。2004年度より天守台跡を囲む堀の周囲の景観を保存し、公園化する工事が進められている。城市には建造物は残存していないが、以下の門が一区利用されている。天守台跡へは、 JR 三原駅コンコース内からの見入ることができ、通路は朝6時から夜10時まで開いている。入場券は不要である。船入りやぐら跡は市の港町公園となっているので常時見学できる。ありがとうございます。